こんにちは。今週はというか、今週も、休みの週末とか、神焼きをしていまして、まあ、こんな感じで、今週の神焼きは、ムツ切りの135ミリフィルムだったので、まあ、かなり進んだというより、もう9時ぐらいから焼き始めて、お昼ご飯食べたりして30分ぐらい休憩して、また紙焼いて、6時ぐらいまで都合9時間近く焼いてたので、10枚ぐらい焼けたんです。なんで、割と進んで、あと3分の1程度、35、6枚だと思うんですが、一段落つくので、とりあえず今月中にあと、自分の考えでは4回から5回で、全部、焼こうと思ってるやつは終わるので、まあ今月、そうですね、日本でいう梅雨が入るぐらいまでになんとかあげようかなと思って、梅雨で雨降り始めたら、雨の日の写真でも撮ろうかなと思っています。なんであまり写真を撮っていく暇がなかったので、先々週ぐらいに、半日空いた日があって、ふと自分が小学生ぐらいの時に、何年生だか覚えてないんですが、地元の天文台に行ったのをふと思い出して、行ってみることにしました。ちょうど、ワイドラックスにフィルム詰めたものっていうのを気づいちゃって、それもアクロスが入ったままだったので、ああこれはもう早く撮ってしまうと思って、なんか使おうかなと思ったのが発端なんですが、久々に使ってみようかなと思ってワイドラックスの1500持って天文台に行ったんですが、ああこんなに山道広かった、ちょっと国内山道だったのかな。でも小学校の時の社会科見学の時は多分マイクロ一クラスだったからマイクロバスで行ったのかなって、こんな道上がれたのかなとかって思って、違う道から上がったのかななんてちょっと思ったんですが、とりあえず行ってみて、ちょうど職員が出てきたので、ここってあれですか、昔の竹林寺天文台ですかねって言ったら、ああそうですそうですって、昔は反射望遠鏡があるドーム指差し行ったんで、あああれだったかと思って、あれは東京大学の主観っていうか、付属の天文台で、当時、東洋一とか言ってるのもすごい覚えてて、あ、すげえな、小学校の時すげえなと思って、太陽の黒点なんか見たりして、記憶があって行ったんですが、今なんか、修理中っていうらしくて、入れなかったんですが、もう3個、望遠鏡があって、もう一つもちょっと近くまで行けなかったので、一番でかい、京都大学の今付属の天文反射望遠鏡なんですけれども、あれをあると写真撮ったりしてたんです。でも今京都のやつが、京大のやつが今東洋一らしくて、ああ時代は変わっていくなぁと思って出ました。確か反射望遠鏡の中に使ってる反射鏡は確か再生カール再生だったと思うんですが、なんかあんまりなんか具体的な機器とかには興味なくて、天文台の写真を撮りに行ったんで、展示してるやつもざーっと見ただけなんですが、まあサイズの名前があったんで、ああカールサイズかななんて思って見てました。今は名前が変わって、地元の天文台っていう名前でついてるんですが、あともうちょっと北東に行くと美星町っていうところがありまして、もうその名の通り美しい星の街とかいて、美星町であって、そこにも天文台があった気がするんですが、どこだったんだろう、僕が自分が行ったのはどこだったんだろうって、なんか帰国だと言ったら、職員がここ竹林寺天文台って言われてましたよって言ったんで、ああそうかと思って。昔は国立だったと思うんですが、今は独立行政法人になったらしくて、ただなんか着いた途端職員が出てきたんで、それで写真撮ってる時もなんか見張られてるような気がして、職員が出て見てるんですよ。なんでああなんか不審者っぽく見られたのかなと思って、でもよく見るとなんか来たら誰かこう監視してるの感じがありましたね。まあ国の昔の施設だからそういう名残があるのかどうか知らないけど、あんまりいい気分のいいものじゃなかったですね。天文台の写真だけ撮って帰ってきたんですが、あんまりいい写真ではなかったですね。まあ、パパッと撮ってフィルムが余ってた、ライカの方にもフィルムが余ってたので撮って帰ってきたんです。まあ、ワイドラックスはそのまま、まあ、癖があってハマればでかいカメラなんで、好きなんですが、今回はあんまりハマらなかったですね。なんかイマイチでしたね。なんかスナップとかが面白いかもしれませんね、普段の街中で。やっぱり風景撮るとやっぱり歪みがひどくんで、水平線地平線というかあれがうまく決まればかなりいい写真が撮れるんですけど、まあワイドになって歪んだ写真も面白いんですけどね。まあ、撮ってみました。ライカ使ってて50ミリちょうどズミコン持ってって言ったんですが、あこれやっぱり無限が出てねえやと思って、このライカの本体はもう
ファインダーをレンジファインダーを直してもらったわけなんで結構正確なんですね。で無限がこれあまりに甘いなと思って、もう一ちょっと一目満たない、なんていうんだろう、レンジファインダーを見る限りのところで言うとほんの一押しが足りないなっていう感じがあって、無限がああそれでちょっと無限の解像度が甘かったのかなと思って、あまり無限で風景を撮ることがなかったんで割と無限手前のもので矢倉なんか撮ってたりして死んじゃっているんでも撮ってたりしたんですが、それ無限の解像度いまいちだなってそう思って見たらやっぱずれてて、他のレンズを全部見たんはめてみたらこれだけやっぱり甘かって、他のはぴったり無限が合ってたんですがこれだけ甘かったので、ああどうしようと思って、また修理出したりしてると何万も取られてしまうのかと思って、3ヶ月ぐらい待たなきゃいけないのかなと思ったんでちょっとバラしてみたんですよこれで。構造を見てこれ簡単に何て言うんですか、レンズ群が外れる構造になってて、ズミクロンってライカの R もバラしたことあるんですけども、あれとライカって昔のニコンもそうですけどレンズ群とヘリコイド群が分かれるんですね。ヘリコイドを見てみたら機能構造ちょっと確認してて負荷をいじくれば多分無限はピタッと合うだろうと思って、でここのリングはただ止めてるだけですね、こいつを距離計の距離リングをこれ外して、あこの隠しネジが2つあるんですが緩めてたら、これも何かで決まってるわけじゃなくてこの距離計というか指標ですね、指標これも自分で調整できるんで位置をで決めて取るような、構造なんで取って、でまあ無限が今のヘリコイド位置、ヘリコイドが中と外とあって、その外にカラーがあってこの距離の爪があって、それでこうその爪が溝に入ってこう距離の無限から至近円までこう幅を決めてるような構造だったんです。だからこっちの無限のところの溝の少しだけほんの少しだけ削って行ききるようにしました。他は触ってないですね。だから無限が甘いんでほんのちょっと行けばピタッと合うんで少し削りました、ほんの少しで。ヘリコイドもオイルも少し柔らかい感じがしたんで全部取って、ヘリコイドグルースのちょっと自分の好みの番手を、ブレンドして、付け直して、で無限のところに入ってたヘリコイド位置を一応癖なんでバラす時は削って位置を残しておくんですが、それやって正解だったなと思ったんですが、外したらヘリコイドを外すつもりはあんまりなかったんですが、一応何かあった時のために印を毛がいとったんです。それは正解だったんですが、パコッと外れちゃって、ああやっちまったと思って、あでもまあ入れるところの印はつけたけど、無限の印はつけたけど入れるところの位置が分かんなくて、それを何度もやってて、あやっとこの行き切ったらちょっと向こうから入れたりしてなんとか元に戻せたんですけど、もうちょっと一瞬背筋がこう受け入れてないと分かんないところだったんですが、でヘリコイドもまあグリスちょっと多めにして入れないと、なんかライカは結構細かい目が細かい線状だったんで、なかなか入りづらかったんですけども、まあ、一応入れて、削ってみたらぴったりちょうどよくあったんで、ああよかったよかったと思って、まあ、取ってないんですけど、まあ、それでヘリコイドの位置自体は変えてないので元の位置のままなのでもう大丈夫で、まあ、ただそれにレンジファインダーだから距離はこっちの方が正確なんで、これはただレンズの方の機種はあんまり関係ないっていうか関係ないんですが、合わすことができましたね。自分でできたんでよかったよかったと思います。でこの原因がですね、多分ですが前のオーナーはこれオーバーオールしたんで書類まで修理表までもらってたんですが、こうよく見たらこのヘリ距離のコロを押すところのこのリングですよね、これが少しだけこう削れてるんですね、段がついてるぐらい。これはやっぱり50年ぐらいの前のもんだからずっと使ってるとこういう風に削れんのかと思って、でなんかオークションとか見てみると削れてないもあるけど削れたのもありますね。元からこうなのか何十年も使って、多分色的に言うとこれ真鍮っぽいんです、合金かもしれないんですけど、ちょうどヘリコイドのこのコロの位置のところで削れとるんで、これは削れたか元からこうなのかちょっと分かんないんです。うん、まあ多分削れたんでしょうね、使っていくうちにコロを押すところで。多分コロの方を削るかこっちを削るかっつったら、金属マテリアルでどっちかを柔らかい方にするのは金属を合わせる
何か作るときにどっちかを柔らかくするっていうのが基本だと思うんで、多分こっちの方削れるようにしたの、柔らかい素材で作ったのかと思いましたね。なんでこれはほんの少し、なんでこのほんの少し分だけ削れば十分だなと思って、もうほんの 0.2mm とかそんな感じで削りましたね。なんでぴったり合ったというか、まあ、指標は調整できるんであまり関係なくて、この行き切った時にピタッと合うようにしました。なんかレンズバラシをずっといろんなレンズバラしたり見たりしてたんですが、ふといつも思うことがあって、無限遠って何メーターから無限遠なんでしょうね。レンズによって違うのかなと思って、ライカの場合これ10メーターから先、多分 2,30 メーターからが無限大なんだと思うんですが、僕はいつも無限合わすのに近所のマンションのアンテナがいて何本か立ってて、その細いのは合えば無限、その距離がだいたいあそこ何メーターだろう、100メーターか200メーターが離れるところがあるんですが、そこを合わせて無限取るんです。あの S3 なんかも詞を合わすのに、レンジファインダーの調整するのに合わすんですが、だいたいそれで合わすとだいたい5キロ先の電柱とか山とかに立ってる鉄塔とか合わせるとピタッと合うんで、無限遠って何メーターから無限遠なんだろうななんてちょっとふといつも思ったりするんですけどね。あの望遠なんか割と無限遠近くでも距離のなんていうんですかね、精度が高いっていうか幅があるっていうか、もう広角になるにつれてもう甘いですね。もうここから先はすぐ無限みたいな感じになって、いつも無限って何メーターから無限なんだろうなんてちょっと思いましたね。まあそんな感じですね。まあこれも M5 のために買ったレンズで、まあ第2世代で角がないですが、別に角ありなしは別に僕はどっちでもいいんで、これもコンパクトだし、カラー特性が良くなったというんで多少いいだろうと思って買ったんですが、カラーでなかなか撮ることがなくて、ライカでM5 の時も1回撮ったか撮らないかって、この MA に変えてからも1回も撮ったことないんで、どう撮るつもりはないんですけども、やっと 35mm で M マウントのものを1個手に入れました。あ、ライカではないです、もう買えなかったです。ライカ買う半分以下のお金で買えた、ヘキサノンの 35mm の M マウントとは言わないんだな、あれね。何マウントでしたっけ、コニカでは KM マウントですかね。あのコニカの HF っていうカメラの日本で作ったやつで、まあ、一応 M マウントでマウって言うんですが、僕はあの 50mm を持ってまして買ったことがあって、ヘキサノンのなかなか良かったんですね。なんか、フランジバックのコンマ何ミリ、100分の1ぐらい単位で違うんでしたっけ、フランジバックが。でも 50mm で開放で、近場でピント合わせても、ネガ上ではピント合ってましたから、多分それは 50mm ぐらいだと思うんだよ。 90mm は絶対的に合わないと思いますね。なんか苦労されてる方もいるみたいですけど、ライカで 90mm なんかね、もともと精度悪いのに、コニカのあのフランジバックがちょっと違うのを入れたら余計合わないですけどね。 50mm のヘキサノンを手放した理由は、ちょうど50mm3 本持ってて、基本カールサイズのコシナのゾナーの 1.5 等を使ってて、でたまにあの 50mm フォクトレンダーのピンピン 1.1 っていう 50mm のあのバカでかいちょっとふわふわになるレンズも遊びで持ってて、でヘキサノンまで手に入れたんで、 50mm3 本ももういらないなってふとちょっとある時思って、とりあえずカールサイズのコシで2つ打って、一応ズミライカを使うにあたってで、やっぱりいつかはズミクロンを1本持ってた方がいいだろうと思って、カールサイズも売っ払って、あのこれに基本まとめたんですが、まあ、50mm はこれ1本あれば十分だなと思ってこれ買ったんです。ヘキサノンの 50mm は売っちゃったんですが、でもあれでも良かったですね。でも残しとこうかと思ったんですが、一応これ買う資金にして売りましたね。ヘキサノンの 35mm はなんかデータだけ残ってるんで、読んだらまあレトロフォーカス型と対象型のアイノコみたいな感じで、コーティングも合わせレンズ以外は全部マルチコーティングしてあって、いろいろ色塗りがいいというんで、 あれでカラー撮ってみようかななんてちょっと思いますね。色塗りとやっぱりモノクロでもやっぱいいですからね。まあズミクロのライツの 35mm を買う金の半分ぐらいで済んだんで、おまけにあのちょっと某カメラ店の通販で買ったんで、まあまあそこのカメラのやつは今までそんなに失敗がなかったので、まあ期待はしてるんですが、まだ届いてないんですね。今週末届くかなっていう感じなんで、今週末といえばあの例のプラナーの 45mm の M のヘリコイドも多分今週末か来週頭には届くでしょう。あの発送センターに入庫したというメールが来たんで、まあ、そのうち来るでしょうね。そっちもヘリコイドがちょっと
違うという話で自分でちょっと調整しなきゃいけないんですが、あのデジタルで無限を合わそうと思った時に、まあこの GFX とかもそうなんですが、ちょっと待てよと思って、 ZF の時もヘリコイド無限が合ってなかったなと思って、なんかデジタルのマウントアダプターかまして MF のレンズつけるとヘリコイドがドン付きで合うことがあんまりなかった気がして、とデジタルで無限合わせるのちょっと難しいかなと思って、一応ね M マウントのヘリコイド GFX と M マウントをつなぐマウントアダプターをじゃあ1個買ったんですね。でつけてみたらちょっときつくて、それ上無限ちょっと手前でしたね。なんでプランの 45mm を買った時のその説明に無限手前だったっていうのが書いてあって、あ、やっぱりデジタルでマウントアダプターを回すと無限の位置がちょっと前に来るんだな。それが ZF の時も、いくつかのレンズは使用手前でしたね。だから無限だからってドン付きで合わせたりするともうずれてたのが結構あったんで、無限はやっぱり見るもので自分で目で合わせて確認しないとダメだななんてのを思い出して、確か ZF だとニコンのレンズでもちょっと行き切るようなところもあった気がするんですが、やっぱデジタルだと難しいんですよね。だからその前のそのプラナの 45mm の G のプラナの 45mm のもオーナーがやっぱりデジタル仕様の人だったみたいで買いだと言ってたんで、あ、やっぱり MF とフィルムカメラにつける場合はその元に戻さなきゃいけないなとちょっと思ってるんです。まあ来てから買えるんですが、やっぱりだからデジタルで MF マニュアルレンズを使うのは気をつけなきゃいけないんですよね。GFX もたまに使ってるんですが、なんか行くときに、あ、使うたびにこう使うたびにこうドブに捨てたくなるねカメラで、もうなんかあまり使いたくないなって。でもこれしかないからデジタルたまに使うんですけど、資料用に撮ったりしたんだけど、なんかコンデジ、弟が死んだときに残してたコンデジがあって、資料用それの方が、あのコンデジのレンズの方が変にボケなくていいんで、あ、もうこれもボケないですが、デジタルズームもあるんでそっちパック使って、資料用にはこれあんまり使わないなと思って、あ、資料にはあまり使えないなと思って撮ってたんですけど、資金があれできたら早く買い替えたいなと思ってるんですけど、やっぱりねこれレンズがね、やっぱこのレンズでもこのレンズね今ねどんどん買取価格が、ね、上がってるんですよ。僕が買った時よりもね5000円近く上がってますね。まあ富士のレンズもボディももうなんか少量生産らしいですから、希少価値が上がってきてるんで、富士の思惑通りあまり効率の文句言うと価値が下がると仕方ないで、あんまりこう文句は言えたくないんですけど、やっぱりレンズはやっぱりちょっとしょぼいですよね。あ、僕にはしょぼいって感じますね。まあ、ね、価格が上がってるんであんまりこれ以上は言いたくないんですが、このカメラとレンズはもう次の資金が出たら速攻で下取りに出して、これで2つだけでも30万以上の価値が今ありますからね、まあ、大事に使って売っ払っちゃおうと思ってますけど、ワイドラックスだって下手すると20万円ぐらいの価値があるカメラなんで、あのこっちの価値あるでしょうね。10年経ってもまだ動けば、これ10年経ったらもうダメでしょうね、デジタルカメラなんて。そんなとこで、今回は終わります。